県美山は大阪府豊野郡の世長宿屋に位置する標高784メートルの山。北雪山系の主要な山であり、関西百名山、大阪五十山の一つである。県美山は大阪府の北西部に所在する山で、北は京都府亀岡市に接する。標高は784メートルを測り、北雪第一の春宝である。 丹波高地や北雪山系のその他の山と同様に、純平原化したかつての山脈が侵食されて残った残球が再留期して作り上げられたと考えられる。この山は属に月神根と呼ばれている。月神根は、東山ゆかりの月宝寺によるものと思われる。元月宝寺は、麓の大里村に再興されているが、元は、県備山山頂にあったもので、山頂付近には、 今でも旧時の祖石や石垣が残り、さらに周辺には石造物等が至るところに散在し、かつてはこの地の山岳信仰の中心であり、古くから多くの信者を集めていた王子の流星を物語っている。顕微三月宝ジは顕微山からやや南へ下った尾根上に位置する。顕微山の頂上は岩盤が露出し、岩倉を思わせる環境である。展望も良好で、 北西は丹波の山並みが見渡せ、東は京都市内の山々も部分的に見え、南は大阪湾が遠くに見える。当時の縁起によれば、聖徳大子の命により、日羅商人が改装したと言われ、広域な山上には七道画欄の将軍が、祈願霊木と共にそびえ立ち、霊山として近隣に知られてきたと言われる。微山及び月宝寺については、 摂津名所杖月間にも、差し絵を含めた記載があり、江戸時代においても著名であったことが知られる、ともに、県美山月報寺を理解する上からも、参考となる。摂津名所杖月間県美山旧石大里村より五十、長北の方、山部村上方にあり。また中宿屋より登れば坂地一里。この道県祖にして、軽水道を遮る。路のに、盆石あり。 三礼に立って、四方を見れば、周むなしく衣服し、田んぼのうねに似たり。南は、長野海面新たにして、風色ただならず、東北には、京市の冷えだ、あたごの峰峰ついに見えて、古邦独州の虹外なり。不動石山町にあり、岩面に、不動尊像をせんす昔、日良道人登山の時、不動の利県ここにおりしより、ナトス。 レンゲ岩不動石の北にあり、ボンジ石レンゲ岩の下にあり、白ヘビ石黒ヘビともに絶頂にあり、霊地東山半原にあり、この地中に恋船をし、宝塚月が峰の西南の麓にあり、昔月報寺ギギたる時、宝木の中金景三島をここに舞い見しとぞ、今も毎年岩町には時を夫婦と言ふ、原田観光亭、摂津名所図下館、 ケ美山旧跡、大正8年11月3日より抜粋、摂津名所図へ下官、ケ美山月ポ月ジ寺大里村にあり。新言集、イニシエは三礼にありて、ガラン玄重たり。ゆえに三号とす。本尊十一面観音くだら国に散らさく。長六尺。小像位、藤原光夏卿の模写したも、縁起分あり。また、文明年中自主張。 三好長慶の記者部があり、当時開白は、上宮大使にして、くだら国の日羅道人県美山に登山し、頑丈に探査し、ごまを修するの時、不動乗り県空中より降り下るゆえ、県尾山と交し、傍らに、香木付きの木あり、これより、演武団金大悲の損養出現したも、もとよって、月ポート称し、千樹の冷蔵より清し光り輝きたもにより、 月宝寺と改む。即その公木をもって、本尊を肉彫刻し、一尊はここに、安寺、初出現の金像を胸中に込めらる。一区は、川辺郡天ヶ崎大閣寺に安置す。中頃天文十四年十二月二日、丹波八条城主、旗の余兵城、この地を奪わんとて、東山に乱入して放火し、加え人とす。そのより今の地に月宝寺を移して、 ゲザントモース。漢文4年前週若玉、和尚、三等大天の地を再営して、月が峰元寺を立つるといえども、天南年中また大敗して、この月報寺一員となれり、原田観光邸、摂津名所杖下官、顕微三月宝寺、大正8年11月3日より抜粋、月報寺席の調査月宝寺の、課題顕微三月宝寺は、現在山麓の大里に移転しているが、 県美山尾根上がりに残る中世の山岳寺院跡についてはあまり知られておらず、また研究も少ない。まさに忘れられた例状と言えるが、大阪府も滋賀県と同様に地方寺院の実態調査は進んでいない。そこで今回の報告では中世の月報寺石を調査し、図面化した上で石造物や地域史との接点を探りながら、その実態に迫りたい。 地表面観察からの寺院構造県尾山から南へ、尾根を下ると、標高730メートルほどの尾根の中央部に、本堂跡と言われる平坦部がある。南北25メートル、東西23メートルの規模で、中心部に礎石が残っている。本堂跡から北東方向に20メートルほどの距離に、北を除く3方が、石類囲みの平坦部がある。規模は、 南北20メートル東西46メートルで、寺の上級僧侶たちが居住した場所の感じがする。根拠は広大な平坦部が確保され、西と南には高さ0.8メートルほどの石類が築かれていることや、その石類間に2メートルほどの出入り口があることによる。本堂跡と同じ南向きで、日当たりが良いが、石造物等の信仰の対象物がない。岩、岩壁、森、 ケン山修験者も修行のために登った山、ケン山。森には大きな岩と壁が点在し、そこに描かれる仏像や盆地は当時の様子を思い起こさせる。ケン山の山頂からは京都の亀岡も眺められる。最も一般的な登山路は半球バス行着地から入山するもので、山頂までは1時間半程度。その他に乗せすぎるバス停を起点として、 横尾山経由で入るものもある。鉄道、ありがとうございます。